皆さんこんにちは、フットボールチャンネルの F ちゃん TV MC の小島真子です。さあ今回は先週に引き続いてメキシコに挑戦するあの人が登場します。ゲストの津波さとしさんとともに今週も楽しくお送りしていきたいと思います。お楽しみに。それでは F ちゃん TV 始まります。 F ちゃん TV、 ここからはゲストの方とともにお送りしていきます。今回のゲストは先週に引き続いてこの方です。ドン本田圭佑です。一旦メキシコに帰ってまた来ました。すごくハードな時間。そうですね、1本目と2本目の間、10分ぐらいしかなかったんですけど1回メキシコに帰ってそう、すごい、さすがやっぱ何でもできちゃいますよね。そうですね、あのこういう尖ってるこういう帽子あるでしょ。はい、こういう尖ってる帽子、はい、魔女みたいな。あ、そうそう、メキシコのよく被ってるやつ、ね、あ、はい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 、あれを3つほど販売してからまた来ましたそういうことお土産屋さんやられてる。やってますよ。あ、7ペソで売ってますから。7ペソ、よかったら買いに来てください。よろしくお願いします。さあ先週は新店の帽子の話なんですけどやだ、もうやめてくださいさあ先週は新天地との他中間について特集したんですが、今回は本田選手も参戦するクラブワールドカップについての特集をしたいと思います。パチューカさあ今回もクラブワールドカップをよく知るゲストの方にお越しいただいていますので、早速やっていきましょう。それではクラブワールドカップ特集の始まりです。サルサソース。F ちゃん TV。 それではここからは先週に引き続いて津波さとしさんとお送りしていきます。津波さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回はですね、メキシコのパチューカに加入した本田圭佑選手が北中米カリブ海王者として参戦するクラブワールドカップについて振り返っていきたいと思います。楽しみですね、うんはい、まずはですねクラブワールドカップについてなんですが、2004年まではトヨタカップという大会名で日本で開催されていまして、ウェファチャンピオンズリーグを制した欧州王者とコパリベルタドーレスを制した南米王者の2チームでクラブ世界一の称号を争っていました。津波さんはトヨタカップ時代で印象に残っている出来事などはありますか？いや、ありますね。僕はあのヴェルディにいたんで、うん、ラモスさんが大先輩、松木さんとかね、はい、みんなブラジルが大好きな方なんですよ、うんうんうん、フラメンゴというチーム、ジーコさんが率いてきた時は、うんうんうん、もう先輩たちからとにかく応援に行くから、うん、サンバのシャカシャカっていうのを作るから、ビールの缶を開けて、はい、お米入れてテープガムテープで包んで、はい、シャカシャカシャカって20本ぐらい作って、それみんなで10人ぐらいで国立競技場でラモスさんがあんな興奮してるの初めて見て、こんな好きなんだなみたいなまだ高校生ぐらいですそういう思いですね。めちゃめちゃレアなところですよね、はい、そんなの。ただ2回大会ぐらいですもんね。純一さんはトヨタカップの試合をご覧になられたことありますか？どうなんですかね、純一さんは純一さんとトヨタカップの話っていうのは僕はしたことはないんですけど、確か去年のクラブワールドカップの、はい、推進するイベントに純一さん出てましたね。おう、うん、あのレインボーのタオル巻いてね、はいはい、番組もちょっと出てたんだと思いますけどね、まあ僕は見てないですけどね、海外にいたんで、うん、出てるよっていう話を、うん、知り合いの知り合いあたりから僕は聞いて、結構知り合い、それを聞かされてもって言いましたけどね、うんそこはクールに、うん、そうなんですね。さあそしてですね、2005年には大会名称を FIFA クラブ世界選手権としまして、アジア、アフリカ、北中米、オセアニアの大陸王者も参加する現在のレギュレーションがスタートして、2006年から FIFA クラブワールドカップという名称になりました。過去の大会では日本人の選手や J リーグのクラブも参戦しているんですが、今年の大会はついに本田選手も出場しますので、まあ、一応僕の中では出ようとは思ってますけどね、うんうんうん、その時のどうなるか分かりませんけど、ね、はい、さあこれまでの日本人選手やクラブの活躍を5つほど振り返っていきたいと思いますまあ過去振り返るっていうのは普段あまりしないんですけど、まあ、こういう機会に、ね、確かにそうですね、まあ、僕の過去じゃないんでクラブワールドカップの過去なんで、はい、まあ、振り返ってもいいかなっていうふうには思いますね Yes.
いや、来るから来るからバッチリです、ね、お付き合いください。はい、ではまずはこちらです。じゃん、日本サッカーの生ける伝説、カズ選手が日本人初の快挙、うん、現在50歳にして現役の三浦知良選手なんですが、2005年の FIFA クラブ世界選手権にシドニー FC の一員として出場しています。大会前の11月に短期間の期限付き移籍でシドニー FC に加入しまして、当時のオセアニア代表として出場したんですが、前身のインターコンチネンタルカップとトヨタカップを合わせて日本人選手として初出場を果たしました。津波さんは現役時代にカズ選手と共にプレーされていましたが、2005年当時はどのように見ていらっしゃいましたか？いや、そうですね、本当に、まあ、カズはもう昔サントスFC の前ブラジル行った時から、うん、例えばその著名な大会にねアシストいい選手だから呼ばれてまた特別に入るっていうケースもありましたし、うんうんうん、この時もそういう風に入ってきて、うん、シドニー FC の助っ人としてねプレーするんで本当に大活躍してほしいなっていう風に思ってましたね、うんうん、まあ、十分まだ体動けたし、そうですね、対戦相手レベルが高いんでなかなか難しかった感じはしましたけどね、うんうんうん、そんな現在も50歳にして現役というのは本当にすごいことだと思いますが、本田選手から見てカズ選手は、いや、50歳でそのプロのリーグでプレーしているっていう時点で、はい、もうあの通常ではちょっと考えられないことなんですね、うん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 、僕たちとはちょっと次元が違うんじゃないかと思うんで、このままいくとあの1000人になるんじゃないかなでも、うん、思いますよね。それぐらいすごいですし、まだまだ若々しいですしね、うんうんうん、まあ、僕は何歳までプレーするか分かりませんけれども、うん、では続いてに行きます。こちらです。重傷から2年、左足の天才キッカー復活の舞台に、うん、てるね、うん、こちらは大会名がクラブワールドカップとなった2006年大会でのことでして、岩本輝雄さんが日本で開催されるクラブワールドカップ出場のために即戦力を探していたニュージーランドのオークランドシティと7週間の短期契約を結びました。そして日本人選手では2人目の大会出場を果たしました。ただですね、岩本輝雄さんは2004年の名古屋グランパス在籍時代に右足に重傷を負っていまして、2年間ピッチから遠ざかっていました、うん、長いリハビリの末の出場となったんですが、アマチュアクラブのオークランドシティにおいて高い技術力を見せました。津波さんから見て岩本輝雄さんはどういった選手でしたか？僕は一緒にベルマーレ平塚でもプレーしたことあるんですけど、本当にこう攻撃のセンスがもう抜群で、とにかく左足のパンチ力はすごいものがありましたね、うんうんうん、でものすごいサッカー好きなんですよ、うん、テルはやるのも好きだし、今も解説もねやりだしてるけど、喋、ね、るのも好きだし、うん、純粋なもうサッカー少年がそのまま大人になったって感じです、いまだに、うん、もうそれは本当にすごいなんか覚えてますね、うんうんうん、で免許持ってないからね、車の、車の免許持ってないんですよ。で友達運転手させてる、通ってましたクラブ。あ、そうなんですか。面白いタイプですよ本当に。なんか免許持ってないんだ。変わった方ですよね。変わってるって言えばそうだね、はい、もうサッカーしかないっていう感じで、うんうん、まだ引退してないんですよね本人の中では。そうなんです、引退してないって、本人の中ではまだ引退してない。あ、いや年齢的にはもう十分引退のとこなんだけど、うん、はっきり引退と言ってないで、ずるずるっときて、チャンスがあればいつでも戻るっていう、スペインアトレチコとかにチャレンジ行ったりとかしてたんですけど、なかなか難しかったみたいな。すごいサッカー好きでね、純一さんに聞いたんですけどね、はい、とあるバラエティ番組で、まあ、テルさんと純一さん一緒やったらしいんですけど、うんうんうん、本番始まる寸前ぐらいに廊下で純一っつって、蹴り方教えてるわって言って、ずっとパスの練習をさせられたらしく、最終的にスタッフさんに静かにしてくださいって怒られた。そうそうそう、テルさん、そうですよね、完全なサッカー、サッカー、うんうんうん、なったらもうこうなっちゃったんですね。岩本輝雄でもいい人間ですね、仙台に行って仙台ではプレー終わった後にちょっとそういう引退じゃないけどプレーできなくなった時期にサッカースクールを自分で売り込みに行って、営業して自分でたくさんサッカースクールを作ってました、ね、そんなサッカー選手ならいないですよ、そういう人。大体人がこう話をしてくれたり代理人動かしたり、なかなか
営業力があって、そう営業力あって非常に面白い、なんていうんですかね、アクティブな方ですよね。そう人間もいいやつなんですよ。僕もあの純一さんに聞いたんですけど、純一さんが仙台の仕事で、帰り新幹線乗ってたんです。なんか急に前の席のにわって立ち上がって、おーって言ってきて、岩本照さんがね、であの純一さんの横にこう座ってきたんですって、でよかったな、売れて人生何があるか分からんなって言ってたんですけど、そんなに仲良くないらしいんですよ。昔からずっと知ってるから、分かる分かる、テルはそういうことで言ってきたんですけど、そんな知らんやんって思ったっていう話を純一さんが言ってましたね。めっちゃ面白い、面白いな。まあでもすごい面白くて、そうですね、面白い人なんですよね。そうなんですよね。本田とも一緒にやってたし、もう他人とも思えなくなったんじゃない、その瞬間に。ああそうなんじゃないですか。純一さんから聞いたんですけど、純一さん R1 グランプリで優勝して、はい、優勝特番であのイタリアのミラノに行って、あのスーツ屋に入ってたら急に行ってね、その時初対面なんですよ、純一さん。お、本田だよね、本田だよ。ずっとあの素人みたいな振り方、本田じゃないの、本田でしょ。面白い、面白い、面白い、なんやこいつ、めんどくさいなと話を純一さんが言ってましたね。面白い、面白い、面白い、テルはそういうとこあるね。すごいですね。そうそうそう、で結構接点はあるんですね。なぜか純一さんはあのよく会うらしくて、まあ今はもうね LINE とかも交換してるみたいですけど、仲良しな、はい、面白いね。テルはね、すごいな、ちょっと今昔のサッカー選手の感覚で、もう攻撃が命だから、その今は例えば試合出るためにはディフェンスを頑張る、守備もしなきゃいけないから、泥臭いこともしてやっとこう花形のポジションができるみたいな世界になってんだけど、そういうの関係ない、俺がいいとこ見せてよ、いいとこ出せば使うだろうっていうような、すごい面白い魅力ある選手だったですよ。守んねえあんなのみたいな、俺がテレビが勝ちだろみたいな、いやすごいそういう強気なところを持ってて、なかなか魅力的な選手でしたね。なかなかこういう人にはならないんだ、外国人みたいな、ちょっと日本人っぽくない、そうですよね、外国人ってますよね、完全に日本の社会の中だと空気読めねえなって言われちゃうかもしれないけど、確かにそうですね。まあ純一さんに聞いたんですけどね、そのイタリアでね、ホンダだよね、ホンダだよねって言ってきた時のテルさん、はい、イタリア人がホンダホンダって言ってくる感じとほぼ一緒だわかる。でも完全にスタンスは外国の方のりに似てるんです。スペインとかもよく行ってますからね、なんかスペイン5日間行って5日間で8試合見てきたみたいな話とかよくしてますからね、すごいサッカー大好き、大好きなんですね、好き好き好き、本当好き、